あのヒロくんため息なんかついてうわっベルネーなーに見てたのな,なんでもないよなになに身体測定の結果表あ返かせよベルネなになに身長143センチ <laughs> いいのかよ畑仕事サボって、うん、もうそもそも私がこうなったのは誰が原因だったっけっある日突然こっちの世界に呼び出されたと思ったら、えっと、身長を伸ばす方法ははい獣コ通信です<っ>お要望まりましたえた<っ>呼び出した本人はびっくりして逃げ出しちゃうし。う たたまたま召喚場所で親切な老夫婦が畑を作ってたから住み込みで働かせてもらえたけどすっごく焦ったんだぞそんなの知らないよそんなに背が低いのが気になるのうん牛乳たくさん飲めばいいんじゃない親にもそう言われたけど。 俺、牛乳苦手だからえー、なんで仕方ないじゃんおいしいって思えないんだからうーんあそうだちょっと待っててねんはい試しにこれ飲んでみていやだから苦手だってまあまあ いいから一口飲んでみなよもしかしたら美味しいかもしれないよなんなわけなにこの牛乳どう美味しいこんな牛乳初めて飲んだよかったね牛乳美味しいでしょうん これなら飲めるっていうかもっと飲みたいもっとちょうだいえいや今はそれだけしかなくってえそんな一本だけじゃ全然飲み足りないよねえベルねええっとそのヒロくんが手伝ってくれたらあるんだけど手伝う あの牛乳のためなら俺、何でも手伝うよそれじゃあちょっと手伝ってもらおうかなベルネ、ここって畑の道具小屋だろ手伝うって何すればいいのねえベルネ <laughs> <laughs>